方向王は、白木の第23代の王であり、聖は金、意味名は、原高氏、または無息里氏。殺伏、元気にはなお、募る旗として伝えられる。先代の知将魔律官の長子であり、母は、遺産の僕のボルキンの娘の延べ見可動夫人、王妃は、牧師の歩道夫人。514年7月に先王が死去したので、長子の原高氏が即位した。三国維持教法。 アドをはじめら状や原総工法上などには奉公、大王とも記される。先代の知を磨律官によって強化された王権を背景に数々の国家制度の整備に努めた。517年に兵部を設置し、520年には簡易制度を整えるとともに、官職ごとに幸福とその色彩の序列を定めるなど、律令による政治を施行としたとされる。 あとに531年には17党の経緯のさらに上にすべての国政を司る上大党の官位を設けた。また536年には白木独自の年号を初めて定めて立て元と称するなど前代よりもさらに王権の強化を果たしたことが伺える。対外的には521年にくだらに伴われて針に対して調工を行い、 クダラとの好関係を背景に、カヤ方面への勢力拡張を図った。522年には、カヤ国王が通婚を求めてきたことに対し、遺産の非助婦の妹を送って、これに応えたが、532年には、金韓国を滅ぼした。投稿してきた金韓国王銀旧外の一族は、王都に移住させたが、本国を職有として安堵したとともに、この後、 純王族的に優遇したという。なお、金球外の抜止の金武力は白木に仕えて各館の位にまで登ったと記されているように、服属させた周辺小国の王を貴族階級に取り入れていくことは、白木の対外新重政策の特徴であった。ちなみに、金武力の孫に三国統一の大功を挙げる、金友心が現れることとなる。二十八年には、 貴族層の反対を押し切って仏教の公認を行い、さらに534年には降臨寺の建立を開始し、仏教を広めることにも努めた。三国維持大歴には投下業を行ったこと、摂生を禁じたこと、また王妃が王の死後に出家して、法隆と防子栄光寺に住んだことなどが伝えられる。また、三国維持教法、原層公法上には、 方向王自身も出家して、なお法うとし、法空と合したことが伝えられる。在位27年にして540年7月に死去し、愛光寺の北峰に葬られて、方向王と送りなされた。師匠馬律館によって王権が強化されたとはいえ、1988年に発見された、宇つ鎮王取壺つ文ひぶんには、524年の時点では、方向王は、ぬ。 西企王と称されるとともに、他の人物が同時に活文王として記されており、必ずしも一元的な王権が確立されていたわけでもないことがわかっている。白木の簡易制度については、白木簡易制度を参照。ただし、17党の簡易制度については、三国式、白木本義では、第三大樹木に資金の9年に整えられたとしている。 白木における送り名の開始については、三国維持、王暦のみが、方向王からとするが、三国式白木本儀や、三国維持、紀伊では、地匠魔術官からとする。ありがとうございます。